無用空想10秒間待機タスクなにある違和感を感じた読者の反応集。ではどうぞ。結局、スクナは無用空想約10秒も食らったのになんでスタンしなかったの？そもそも無用空想のダメージが一律じゃないんだろ。強いやつほど効きが悪い、もしくはどれだけ頭を呪力でガードしてるかの違い。なんで起こせるの？脳を呪力で守ってダメージを軽減したんだと思う。多分脳に作用する呪文も耳から脳にかけてを呪力で守れば対処できるし、呪力回すだけで対応できるならマコラいらんでしょ。10秒でこれやぞ。どう考えてもマコラはいる。スクナ様、起きてください。マコ、新宿決戦で散々言われただろうに、普通こんなことできないのになんでできんの。矢印スクナは五条だから本質的なところは考えてないと思うよ。なんとなくやりたかったから脚本に動かされただけだぞ。スタンしないぐらい軽減した割にはしっかり脳にダメージ負ってる。幽輪反発伏黒詠唱で起こしてもらった。領域を運用する部位と術式を運用する部位が違って前者に致命的なダメージもらったんだろう。これ言ってる人が分かってないだけで脚本の人ちゃんと考えてたってオチなんだよね。元ネタ理解して使う人より文面そのままの意味で使われるケースが多いし、今回もそうだろ。スクナは多分反転術式が得意なんだろう。こことかもそうだけど、なんで他は守れて領域の部分だけ守れなかったん？脳の箇所によって呪術的な役割が異なるらしいし、結界術作る部位にダメージ負ってるって原作で言ってなかった？そこ以外は脳ダメなんやろ。スクナでも完全に守れないくらい無用空所が強かったってことじゃないの？ガードできるなら脳全部ガードすればよくね。素通しした上で領域関連に偏ったんじゃないの？脳がブラックボックス、無用空所の効きが均一じゃない。スクナが無能、和の都合、好きなものを選ぼう。まず10秒にも満たないってことは、実際に食らった時間は10秒ではないってことだぞ。 0.01 秒未満の被弾で五条の攻撃無抵抗に食らうぐらいスタンしてんだよね。脳守れるのに反転間に合わないかもしれない状況でやっとかなかったんかいってなる。だから役って書いてんじゃね。普通に考えたら実は1秒でしかとかじゃなく10秒にある程度近いはずなんだし、約10秒って書かれてるよ。しもじもが五条を倒す方法がわからなかっただけだろ。多少のご都合は見逃してやれ。 0.001 秒くらい先に受けてから肉体に領域維持できないほどのダメージ受けた直後に食らってるわけだし、脳守る余裕なさそうやけどな。そういう話してないんだが、ここに関してはマジで 0.2 秒で無用空所が効きづらい呪霊たちが5分間行動不能になってるのに、人間の体で10秒に満たないとしても最低でも2、5秒は受けてるはずの。スクナが領域崩壊した直後に即座に動けるようになってるのか、マジで納得いかなかった。なんなら法人しか出してないマコラの権限にフルベの詠唱いらなくなってるのもなんて？って当時は思ってた。万の時には詠唱してたはずなのにね。無用空所受けてすぐ目を覚ましたのは単純にスクナが強いからじゃない？渋谷で真人たちをスタンさせてもカウンターを警戒してたし、強さによってはすぐ目を覚ますとかあるんでしょ。マコラ自体を権限するときは万の時も詠唱は使ってたけど、法人だけ出すときは詠唱せずに勝因だけで出してたよ。カウンターを警戒したのは特急呪霊だからってよりは呪霊だからだと思う。呪霊は脳の構造が人間と異なるから、無用空所の効きが弱いし、それだと競争後回しにする理由がないんだよね。競争というか、クソーズは呪霊とのハーフだから警戒しましたでいいんじゃない？実際真人たちと起きるタイミングあんま変わらなかったと思うし、書き方紛らわしかったわ。法人しか出してない状況から完全にマコラを権限するのにフルベの詠唱必要なくなってるのがってこと言いたかった。五条は自分の無用空所が人間よりも呪霊に効きが悪いの知らなかったんじゃね？ポンプの時に俺死んだわって表情から一変して予想以上に効いてて腐ってたし、
火山だって初回の時は攻撃されてすぐ意識取り戻してたし、外部刺激があればあっさり帰ってこれるんでしょ。死ぬほど関係ないけど、今思うと宿儺の領域耐えられるやつがカウンター警戒する必要あんまないよなって。ちょっと前の無用空床破壊するときに詠唱してるクネ、その後でマコラを詠唱なしでも出せるようになってたのは影に引っ込ませてただけだからじゃないかな。あの状況の宿儺がどう詠唱すんねんって問題あるじゃんと思ったけど、伏黒が魂状態で詠唱したのかな。宿儺は領域崩壊して術式焼き切れてるのにマコラ出せてるから、考えるだけ無駄やぞ。作者の都合でしかない。別に無用空床 0.2 秒以上食らったからといって一律にスタンするとは限らないでしょ。実際上後は作中序盤で無用空床そこそこ長い時間食らったのに起きてたんだから。乙骨五条の無用空所でスタンさせるから VS 五条で流行らなかったんだよ。スタンしたら五条に殺されちゃうから作者にナーフされた。無用空所は封じられたけど代わりに宿儺の領域封じた。おなんかいい感じの理由付けでやりたかっただけ。宿儺は膨大な呪力でカバーしてたんだ。さすがにあの状況で脳破壊からの反転術式で術式復活ができてるわけないしな。宿儺外部刺激なんて宿儺にあったっけ。無理に納得する必要ないよ。もうそういうもんだと割り切った方がいい。10秒弱浴びせてる間に五条何してたんだって話もあるし、この辺はあんまり考えてもな。無用ってダメージ与えるのも大事な部分だろうけど、行動までの思考に無限回強制するスタンなのに食らいながらマコラ召喚できるわけないからな。スタン効果を無効し無用空所食らってるのにフルでゆらゆら詠唱し、10秒近くの間五条はなぜか攻撃してこなくて、術式焼き切れてるのにマトララを召喚する。ここら辺は宿儺のご都合主義オンパレード。フルでゆらゆらって普通に詠唱してたけど、無用空所食らってる以上はフッフッフってなるだけなはずなんだよな。宿儺が強いからすごい短時間の無用空所じゃすぐ目覚めてしまうってだけでしょ。やっぱり伏黒が詠唱してるんじゃ、ここも強化界もその方向にした方が丸く収まる気が。まあ100歩譲って目覚めることが普通にできたとしても、無用空所食らってる最中に詠唱したり術式焼き切れてるのにマトララ召喚するのはどう考えてもおかしいんだけどな。ネタにマジレスであれだが、伏黒も一緒に無用空所食らってるからそれ無理なんだ。無用空所も最初の設定から見れば即死技だったけれども強すぎた結果は出てる。漫画的に解釈するなら上にある通り呪力で守ったからだろう。宿儺の呪力で守ったのにここまでダメージ受けたのは、無用空所がそこまで強いというよりはそもそも食らわないように立ち回っていたから、防御が手薄だったのもありそうではある。ちょっとずれるがクロス的に考えると、脳に魔力みたいなの回して防御したらある程度防げることになるな。これ追記してスタンの謎はシンプルに呪力でガードすれば、宿儺クラスなら手薄でも防げたのでダメージ残ったよくわからんが、実際の流れが食らわないように立ち回り、スタンはなく、しかしダメージはあり、致命傷ではないくらいだから繋ぎ合わせるとそう考えるしかないかん。五条が10秒近く攻撃してこなかったことと術式焼き切れ中にマトララ使った謎は、伏黒は長時間普通に食らってるのに虎杖に返答してる時点で聞いてないんじゃない。聞くための脳も伏黒にはないしな。無用空所一緒に食らってる時点で脳の負担がなかろうと詠唱は無理だろ。作者がここに関して一切言及してない以上、宿儺はすごかったから聞きが悪かった。でも領域の部分は壊れたでしょ。まあ術式の脳と同じように領域の部分を潰して再構築すりゃいいじゃんとも思うけど、一定の呪力ガードでスタン自体を弾けるんじゃないか説。ただ脳負荷はかかるからガチガチに防御していなかった分で頭がボンした。影の中で待機とか、伏黒がレディー戦で影絵なしで玉剣に奇襲させたみたいな感じで、マコラは自分もそれだと思うし、木神側から出てきた。仮にスタンを免れても術式焼き切れてる状態だからマトララ出せないし、頭壊してとかやってたらその間に五条に殴られない理由もないんだよな。そもそも必中って言っても火山が無加減中はできただけで呪力ガードはでき
できるんだから、情報ぶち込みであっても術式として外部から干渉できる以上頑張れば弾けるんだろ。レジー戦の時って術式やっきれてたっけ？フルベユラユラってセリフがあるから宿儺が召喚してる。言いたかないが陸眼で見抜く方が途中から少なかったんで見抜けず動けなかったで終わりそうなんだ。まあ弾いてるならなんで脳みそダメージ受けてんだよって今度はなるんだが、スタン食らってたお兄ちゃんより軽度になるはずなのに。あの時に焼き切れてる術式は水死だけで術種の方は焼き切れてなかったんじゃないのかな。いや見抜くもクソも領域崩壊して無料空所食らってて五条も宿儺の土手っからぶち抜いて超近接距離子の状況でボケーっと五条が突っ立ってるのはさすがに。宿儺が領域を破壊される瞬間を見計らって全力で呪力を使った脳ガードをして一瞬で脳を潰して再生してフルベユラユラしただけやん。いけんこともない。領域展開やったら術式は全部焼き切れる。確かつくもブスメロンパンでそんな風になってなかったっけ。なぜか五条側が10秒近くスタンしてた謎が残るぞ。つくも VS メロンパンはそうだったね。呪霊の方も重力も使えてなかったと思う。全力防御ならまだしも予想外な形であったから、スタンの術式部分は弾けても負担かかったんだろうなって。めちゃくちゃナイーブンな気がするけれども、そもそも無限界の思考を強制させる術式でボンしてる時点でわからんから仕方ない。延べ3秒にも満たないくらいだったらよかったのにね。10秒だとなぁ、五条どころか俺らでも殴れる。長すぎる時間スタンするのは術式効果じゃなくて脳みそに無限界情報流し込まれるからなんで、脳みそダメージとスタンは切り離せないセットだぞ。妄想で理由をつけるとしたら、五条がスタン中相手が無防備な状態の時は動かない縛りを結んでたとかになるんかな。五条が最低でも心臓、肝臓、肺も潰すって殴りに行ってるからそれはない。そもそも富士山と遊んでるから無料中でも五条が好きに動けるのは確定してる。どうしようもないぞ。新設定を生み出すしかないのか。ダメージ受けてる以上はスタン入ってる。スタンの正体が無限界の処理を強制だから、まあ呪力ガードとか関係なく動けるのはおかしい。呪力でガードすや無限を軽減できます。だとバリアの方もそれで突破できちゃうじゃんとなる。まあ深く考えると無限なんだから秒数減らして渋谷で威力軽減できた理論もおかしくなるな。霊に何かけても霊の反対で8は何かけても8だよ。領域展開で術式焼き切れるたびにマトララの召喚リセットされてるのに、マトララの適応はそのまんまってのもそれおかしくね。という気はする。天炎で中止にならないように細心の注意を払ったとか言ってたのに、術式自体が終了しても OK とかどういうことやねん。そこは最近原作で焼き切れても完全にゼロになるわけじゃないみたいな補足入ってなかったっけ。無限ってのが術式効果を受けている間だけってことじゃないの。理論上無限だけど術式である以上行使できる時間は有限みたいな。10秒無料空所を受ける。無料空所食らってる時でさえなぜか宿儺はスタンせずにマコラ召喚してるんだよな。しかも術式焼き切れてる状態でスタンしないためにガードにフル稼働したらオーバーヒートしたとか。無料空所後の復帰時間に関しては宿儺なら早くてもおかしくはないよねって言っただけで、無料空所食らってる10秒間はいくら宿儺でも何もできないとは俺も思うよ。無限界の思考を領域展開中的に強制するってのが無料空所なんだから、そこに強いも弱いもないし、人間だろうと呪霊だろうとそこは変わったらおかしい。作劇場の都合を考えると術式頼りのフィジカルクソ雑魚野郎以外に無料空所を渡してはいけなかった。仮に純平が無料空所を10秒食らわせても宿儺にとどめさせずに返り討ちに遭うだろうけど、五条が無料空所を10秒食らわせたらとどめさせるかは置いといても距離詰めてボコボコにできるもの。宿儺じゃなくて五条が10秒近くスタンしてた矛盾もまだ残ってるぞ。10秒あったら五条なら宿儺の顔に落書きしてから上後みたいに通し引っこ抜いてもまだ余裕ありそう。俺らパンチは普通に耐えられそうだけど、
今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。